森優子さんです。よろしくお願いします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました生活の党の森優子でございます。私の方は何も後ろに映し出すものはありません。トークだけですみませんけどよろしくお願いいたします。7月の参議院選挙、山本太郎さんに応援に来てもらったんですけども、残念ながら、惜しくも自民党民主党の候補に負けまして、12年間ごく普通の生活者の代表として国会で参議院で頑張ってきて、12年経ってせっかくいろんな経験もして、そして特にこの放射能の問題、放射能から子どもたちを守るというこのシンプルな目的、当たり前のこと、これがなおざりにされている状況、今後も戦って、きちんと放射能から子どもたちを守る、放射能から国民を守る、当然脱原発しなければならない、このことを実現するために戦いたいと、国会で戦いたいと思っていたんですけども、残念ながら落選をいたしまして、今新潟県地元を含め、全国各地でさまざまなところで、皆さんのいろんな思いお話を聞きをしたりして、そしてまた特定秘密保護法案、保護法案じゃなくても成立して、そしてもう即刻交付されてしまいましたけれども、こういう問題点などについてさまざまお話をさせていただいているところです。今日は学校給食の問題ということで、皆さんこれ給食委員会ということで、活動を精力的に続けられてきたことに心から敬意を表したいと思います。3.11 原発事故があった当時、私は民主党政権のど真ん中といいますか、政権与党の、内閣には入っておりませんでしたけれども、参議院の国会対策委員長代理、そして予算委員会の筆頭理事ということで、政権のど真ん中にいたわけです。で、内閣に入っておりませんでしたけども、そういう中で非常に責任の重い仕事をしておりましたが、事故の後、その事故の状況、そして放射能の拡散の状況というものを情報を入手することがなかなかできませんでした。だから特定秘密保護法なんて作らなくても、政府は内閣だと言ったらいいでしょうか、霞が関だと言ったらいいでしょうか、もともと秘密はありすぎるんですよ。本当に私のこの12年間の国会議員としての活動は、霞が関からいかにして情報を、本物の情報を出させるか、ここにエネルギーを最大限使ってきたという、その経験からしても秘密保護法なんかいらないんです。今なんて秘密多すぎる。そういうことで、そして我々国会議員、もう国会議員じゃありませんが、当時その放射能についての知識がほとんどなかった。みんな手探りでした。心ある国会議員がみんな勉強した。だけど勉強 しましたが、いわゆる洋学者の皆さんが大丈夫なんだっていう話しかしない人が多かったり、とにかく質問、国会質問を作るにしても、その与党として政策を立案するにしても、放射能の知識が本当に不足をしておりまして、必死で、みんな勉強しました。ICRP の、勧告を、最初から最後まで読んだりとか、さまざまな文献を調べてやりましたけれども、だからそのゼロベクレルを目指すのか、ゼロシーベルトを目指すのか、それはなかなか難しい。でもできるだけやっぱり被爆させない、特に子どもたちに被爆をさせないためにはどうすればいいのかということで必死になって、勉強し、
その全員ではありませんでしたけれども、これは大変な事態であるというふうに気がついた仲間たちと一緒に、その民主党、自分たちの政権なんですけれども、政府の対応はおかしい。なんで1ミリシーベルトが急に20ミリシーベルトになってしまうんだと。子どもたちの20ミリシーベルト問題を、追及を、与党なのに国会で予算委員会で、しかもテレビのところで追及したっていうことで、もう怒られまして、もう森裕子にこれから絶対質問させるなっていう官邸からそういう圧力が来たり、で山本太郎さん初めて会ったのは、全国から特に福島県からお母さんお父さんたちが、子どもたちの二重人種問題なんとかしてくれっていうことで、文科学省のところで抗議行動をしたときに、私も川田隆平さん、福島瑞穂さん、そして川内浩司さん、4人で一緒に応援に行って、一緒にその文科省なんとかしろって言って、声を上げて、その私がマイクを持っているときに、その大勢皆さんいらっしゃって、その後ろ側に一人、すっごいもう、本当に真剣な目で、直立不動に立っている青年がいたの、どっかで見たことある人だなって、ずっと思って、そういえばこれ、メロリン級じゃないか、山本太郎さんだ、それが山本太郎さんとの出会いで、本当に真剣な眼差しをしている、そして、参議院選挙戦って勝って、国会議員になってくれて本当に良かったなと、思っています。皆さんもその山本さんを頼りに、なかなか進まないこの、放射線防護の対策ということをさらに進めていってほしいというふうに、活動してくださっている、その皆さんの力が、これからも大切だというふうに思います。民主党の文部科学部会、事故当時文部科学部会で私は文科部会の、その一員ではなくて普段は厚生労働とかそういうところにおりましたので、文部科学部会大体みんな時間が重なってますから、行ったことはなかったんですけど、事故の後あまりにもおかしいとおり二重ミリシーベルト問題、そしてその子どもたちに対する対策が何も進んでいないということで、文部科学部会に行って、その、なんていうんでしょうか、雇用させるべきである、そして学校給食の安全対策をさせるべきである、それからまずは校庭の除染、そしてエアコンの設置というものを、さまざま提言したんですけども、なかなか拉致が開かない。仕方なく、なんかもっときちんとしたものを提言しなければならないということで、今も私のホームページ資料サイトに行っていただきますと、私が作った、本当は議員立法っていうのはみんないろんな人たちが一緒に話し合って、議員立法を作ってそれが成立するのが一番いいんですけど、その時は誰も賛同してくれる人がいなかったものですから、議員立法を法制局と、相談して作りまして、学校における放射線防護の対策というのを議員立法私案として作り、それを部会に提示をして、そういうこともあってようやくエアコンの設置、であるとか校庭の除染であるとか、それから、リフレッシュキャンプ程度ですけど、雇用とは言えないリフレッシュキャンプ、そういったような予算というものがようやく盛り込まれることになり、補正予算で盛り込まれることになり、でもどうしてもね、学校給食の対策だけはダメだったんです。その時に学校給食、これはもう本当に食べるもの、私も矢ヶ崎克磨先生を参議院予算委員会 の参考人として、有権利あるわけですね、理事ですから、参考人として来ていただいて、お話をお聞きをしたりして、これもうとにかく食品をクリーンなものを、できるだけクリーンなものを食べさせるのが何よりも大切だと。だから学校給食ってのは子どもたちにとってものすごく重要なものですから、学校給食なんとか、できるだけ汚染されてない食材でと思ったんですけれども、ダメだったんですよ。民主党の中でも
文部科学部会でみんなにもうボコボコにやられて、そんなことをしてるとなんか差別を生み出すとか、被災地に悪いとか、そういう話になって、どうしてもね、みんなが賛同してくれなくて、給食の問題だけはできなかったんです。で、9月になって、野田内閣が発足して、文部科学副大臣という話をいただいて、まあ、もともと内閣とやり合ってましたから、どうかなと思ったんですけども、でも文科省に行けばこの給食の問題これできると思って、副大臣になって行ったんですけれども、皇居で認証式を受けて役所に行って、よしって思って、その晩遅くに大臣から、その職務の担当っていうのを割り振られた紙をもらって、その、いただいた時に、私の仕事から放射能の関係で子どもたちを守れるところが一切排除されていた時には、いやもう本当にそっか、私を文部科学省が、入れるわけないよな、放射能の問題でって、もう本当にがっかりしましたが、でもここはそんなことで諦める森ゆう子ではございません、私の管轄外だけれども、なんとか35世に学校給食の安全確保事業1億円でもいいか、1000万円でもいいか、とにかく入れてもらいたい。その入れることが重要、学校給食の安全確保事業をやるということは国が基準を示さなきゃいけない、国がやり方を示さなきゃいけない、ここが重要だ、ここが突破口になる、そう思いまして、もう必死にあの時は、まあ、結果としてはわずか1億円の事業だったんですけれども、なんとかその事業を三次補正に盛り込ませることができました。あの時は本当にね、もう役所の人が頑張ってくれたんですよ。まだ詳しいことは今言えないんですけれども、自分たちが泥をかぶって私のところに何か大臣から更迭とかね言われないように、いろんな工夫をしてその授業をやってくれました。まあ、皆さんも覚えてらっしゃる方いらっしゃるかと思うんですけど、40ベクレル問題っていうのがあって、学校給食の安全確保授業をやるときに、私はもっと低い下限値でやりたかったんですけど、そうは言ってもまだあの時は暫定規制値が500ベクレルで、厚生労働省が100ベクレルを諮問している段階で、その100ベクレルという新しい基準に対しても、原子力村から高すぎる、高すぎるじゃない、厳しすぎる、暫定規制値が500ベクレル、それを100ベクレルにすると、被災地というか福島とかそういう放射性物質が拡散した地域 の、 農業産業がダメになるということで、100ベクレルさえもその時はどうなるかわからないような状況だったんです。放射線審議会の、委員たちに対してさまざまな形で、その100ベクレルは厳しすぎるんじゃないのっていう方向に結論を出すような圧力がその当時いろんな形で行われていました。だから100ベクレルさえでさえ厳しすぎるって言ってる時に、私の安全確保事業は40ベクレルを実際にはその、最低でもそういうものが測れる機械を導入しなさいっていうものでしたから、けしからんということになって、予算は確保したものの、実際の事業の実施の要望というか、それを通知として出す段階になって、大変な大臣とのバトルが起きまして、大臣は私副大臣の森副大臣で言ったことは間違い、文科省は数字の基準を示していないというような趣旨のことを言い、私はそんなことはないと言い、そこで毎日日替わりで読売新聞から毎日新聞、朝日新聞、最後は産経新聞でしたか、
あの日替わりで社説とかいろんなところで、私のやってることが間違いだよ、まあ、あそこ下手すればもう更迭、そして学校給食の確保事業も頓挫するというような状況でしたけど、ありがたかったのは文部科学省に全国からあの森副大臣が間違ってない、給食の安全確保事業をやるべきだという応援の、多数のメール、ファックス、電話などがあって、その世論は、私のやろうとしている給食安全確保事業に賛成だということを、まあ、役所もそう、そういう後押しの声があるものですから安心してやるんだと。だから皆さんの活動、こういった活動、そして役所に対して応援のメッセージ、こういうの頑張ってくれてありがとう、もっとやってください、それがあの、そういう仕事はどうするということで、あの戦うのも大事なんですけども、いいことをやることに対して応援しますよっていう姿勢もすごくあの、もともとは国民のために何かしようと思っている人たちですから、そういうこともぜひ考えて、いただきたいなと思います。あの残念ながら、自民党政権に移って、そして、なんて言ったらいいんでしょうね、あの、まあ、なんだかんで言っても野田総理の時には放射能から子どもたちを守るというフレーズを総理の施政方針演説のところに私の方からなんていうか短冊って言うんですけどね、そういうのを各省庁から集めて演説を作るんですけど、それを入れてもらった。それがもうなくなりました。なくなって、いろんな話がありますけれども、じゃあなぜこんな当たり前な子どもたちにできるだけ放射性物質の放射能の汚染のない安全なものを食べさせる、子どもたちを放射能から守る、なぜこんな当たり前のことができなくなるのか、それは放射線防護の問題と原発推進の問題、これリンクしてる。原発を推進するためには放射能の影響なんて大したことない、年間100ミリシーベルトでも大丈夫、放射能の影響なんて怖くない、ニコニコしてればどこか行っちゃう、こういう話で裏付けられないと原発は推進できないわけですよ。放射能性物質が漏れたら大変、事故が起きたらもう取り返しがつかない、こういうことになってしまうと、まあ、もうすでにそうなんですけども、そういうことを、無視しないと原発は推進できない。だから原発推進派は、まあ、大したことない風評被害だ、心配しすぎだと、こういう圧力がかかってくるので、肝心の学校給食、いろんな授業をやっていただきましたけれども、後戻りさせられつつあるということです。あの、まあ、事前に検査するのが一番いいんですけれども、なかなか難しい部分もありますし、給食の事後チェック、横須賀市長さんが始め、もともと始めたんですけれども、あのミキサーにかけて、きちんと管理していく、問題があったら何が問題なのか徹底的に追及して問題を再発させないようにすると、非常に有効な手段だと思いますし、そうですね、まあ、ゼロベクレルというのは非常に難しいと思います。あのゼロリスクを求めるということというのはどんな問題でも非常に難しいと思うので、できるだけ、きれいな食べ物を食べさせる、ベラルーシ、ウクライナでやったことがなんで日本でできないんだ、そして肝心の事故を起こした東電も、そして国もこの問題についてまだ何も責任を取ってないじゃない、子どもたちを放射能から守ろう、その声を上げ続け、でみんなで、ネットワークをし、そして、諦めずに、あんまり喧嘩ばっかりしててもね、この人たちの話聞くのは嫌だって行政の側も思っちゃいますから、そこは少し上手にやりながら、活動を続けていくことこそが子どもたちを守ることにつながっていくと思います。私も、そのためにこれからも、自分のできる活動を頑張りたいと思いますし、必ず子どもたちを
守るために、国民を放射能から守るために国会に復帰して戦いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。森裕子さん、どうもありがとうございました。昨日、おとといですか、長野県の松本市長の菅野谷先生が、留学ということを始めてくださったんですけれども、先生が日本人は健忘症であると、あれだけ事故の時恐ろしい思いをしたのにもう忘れてしまってるということを本に書かれてて、今日森裕子さんとお話を聞いた時に、まあ、ここの会場にも一生懸命一緒に頑張ってくださったお母さんたちがいて、やっぱ思い出してちょっと感涙というか、私たちはちょっと国会の外側でギャーギャーやってたんですけど、中の方で森裕子さんもすごい戦いだったんだなと、本当に、もう一度感謝したいなと、私は愛が ある議員さんがいたんだなと思ってちょっと涙目てたんですけれども、本当にありがとうございました。